おはようございまーす。養分くんの嫁が出てったの。ええー、じゃあ私が嫁になるしかないな、次の嫁。もう早く別れてくんないかな。え、嫁候補？ワンチャン？ワンチャン嫁。養分くんが、ね、私と一緒になりたいというんだったら、ケンジ君捨てますよ。まあ、それは嘘だけど。ケンジ君のことは愛してるからね。まあ、それはジョークっすけど。いや、昔だったら、OK 出してたかもね。昔、私ガチで養分伊藤君のことを好きで、ガチ恋だったね。その時に一緒になってって言ったら一緒になってたかもしんないけど、まあそういうことはなかったから今の関係があるんだけど、ね？今お友達なんだけど、まあないよね。頼まれてないかも大丈夫って。マサトっていう人を知らない。いや、今は友達として好きかな。昔は恋愛、もう男として好きだったの。で、例えばさ、彼女ができたりとかね、女の子とイチャついてたりすると、すごい私ね、やきもち焼いたの。あれはどこだっけな？なんか、どっかにさ、一緒にさ、遠征に行った時に、バーかなんかの女とイチャついてたんだよ。その時に私、めちゃくちゃね、やきもち焼いて、そのさ、もう、ホテルに帰るっつってさ、大喧嘩みたいになったんで、私だけブチギレて、みたいな。それで、バーの外出たらさ、一面雪なんだよ。大雪で。大雪で、私、ヒール履いてて、そのヒールで、ホテルまで帰ったんだよね。それで、ヒデママとヨウブンがいてさ、なんであの子さ、怒ってんの？みたいな。ヒデママとヨウブンが楽しそうに飲んでて。それを私はずっとね、ホテルで見てたんだけど、女だったんだけどね。そのバーの女にセクハラみたいのしてて、私がやきもち焼いたんだよ。それで、結局飲み終わった後に、養分くんがね、ホテル帰ってきて、おい、マンジョリーってどうしたんだよ、みたいな。なんで怒って帰ったんだよって言うんだよ。その時に私、はっきりと言ったんだよ。やきもち焼いたんだって。うわ、そうかって、ごめんなって言ってくれたんだよ。何この話。正直に言ったんだよ。ちょっとバーの女の人にやきもち焼いたのって言って。それでその日は腕枕をしてね、一緒に寝てくれたの。で、一緒に寝ようって言って、おい、もんじゅりおいでって言ってさ、こうやってね、腕枕でここで寝たんだよ。いや、優しいよね。もう。ただ、やっぱり、あっちはほら、友達として見てね、私のこと、私が好きだってことは知ってたけど、結構きつかったんだよ、あの時ね。そう、あっちは友達としか見えてないし、女としてはやっぱり見てくんないし、みたいな。ね、で、私は、男としてガチ恋だからさ、もう結構ね、ね、それをうちのお母さんにね、相談したことあんだよ。ね？養分くんのことを好きでしょうがないんだけど、って話を結構相談をしてたら、うちのお母さんが言ったんだよ。あんたね、って。じゃあ、ね、そういう気持ちを伝えたりとかして、ね、別れるより、ね、あっちはノーマルの男だし、絶対無理なんだかなって。それでも気持ちを伝えてね、別々になるか、一生ね、男友達として、友達になるのどっちがいいって言われたんだよ。だからあなたが我慢しなきゃダメなんだよって。で、それを聞いた時に私、あって、そうだなって、友達の方がいいのかなって。で、友達でいれば、ね、ずっと付き合えるじゃん、男友達としてね。ね。そうそう。そうなんだよね。だ それから、なんか気持ちが踏ん切りがついたっていうか、ね、なんかそういう変な気持ちも湧かなくなっちゃって、みたいな。すっきりね。
他の話しよう。何？じゃあ次は。次は何の話する？そういう切ないさ、恋愛もね、また成長するために必要なんだよ。でしょ？ね。恋愛つうのは、ね、成功する恋愛ばっかじゃないから、そういう切ない恋愛とかさ、傷つくこともあるんですよね。みんなそれを経験して、大きく育てていくつうかさ。君が世は千代に八千代に刺され石の岩をとなりて苔の無ふすまでじゃあちょっとアカペラで言ってみるか。君が世は千代に八千代にさざれいし、あ、ごめん石の岩をとなりて苔の無ふすまでこれアカペラパッアレンジしない方がいい。アレンジない方がいいかな。川村隆一バージョン。君が世は千代にちょっとわかんない中島美嘉バージョン。君が世わかんない。歌えない。卵3個、砂糖、水、サラダ油、薄力粉ね。ありがとう。はいはい。同じレシピですね。じゃあこれはボウルかなんかに入れた方がいいのかな。じゃあ行きましょう。これ全部多分混ぜちゃっていいんだよね。生地を作るかな。じゃあまず、卵を1個。卵を1つでしょ。薄力粉 30g だっけ？もう一回さっきのレシピ出して。強力粉も入れた方がいいの？薄力粉60の2だかな。20g か。2、3、4、5、6、3分の1だから 20g か。20にしますね。でもさ、20、やっぱ30、多分普通のこのレシピにしよう。ちょっと多くてもいいよね。なんか少ないような気がする。逆に少ない方がなんか作りにくいっていうのねえ。このレシピ通り作ってこい。なんか絶対失敗しそうじゃない。で卵を3つでしょこれで。これ60g。砂糖が、上白糖でいいなね。60g。60g。そんなに入れる？多くない ?60 って。小麦粉と同じぐらい入れるの。小麦粉も60入れたのに、砂糖も60入れんだ。こんな入れる本当に。
ドーナツってこんなに出んの？多くね、これ。これで 60g だね。あ、だから太るんだ、ドーナツって。砂糖の塊じゃなくて小麦粉と同じぐらい今入ったよ。小麦粉も60。砂糖も60入ったからね。35でいいの？オッケー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 。オッケー！ぴったり。素晴らしいね、私のテクニック。ぴったんこ、ぴったんこ。バッチリぴったんこです。じゃ、これで牛乳、卵、砂糖が入りましたね。これでもうオッケーかな？ 35g ってことね、じゃん。こん中に入れんの？うっそん。これでオッケー。今ちょうど35入りましたね。よし。じゃ、混ぜ混ぜしていきまーす。結構ビチャビチャだね。これまとまんのかな、これ。うっそん。ゆるゆるなんだけど。なんか間違えてない？これ。こんなにドーナツってゆるかったっけ？お好み焼きみたいになってんだけど。ベーキングパウダーはあるよ。卵3個入れたよ。なんか卵3つが多いんじゃないの？だってこんなにゆるいドーナツある？これ。お好み焼きじゃねえ？これ。おかしいだろ。だってこねんでしょ？ドーナツってこねてあげんだの？粉は 60g 入れたよ。これ絶対粉追加だよね、これね。ゆるくない？粉が少ないんじゃない？ 600g の間違いじゃない？ゲロみたいになっちゃってんだけど、これ。油も入ってるしね。材料、無塩バター、きび砂糖、70、卵1個？これ何？卵焼きのメニューを入れたの？卵焼き？これ。卵は1個でいいの？もう！これもう3分の1捨てちゃう、これ。3分の1捨てて、粉を追加するわ、これ。なの本当に。マジ。もうレシピも出せなくなったの？レシピすらも出せないんだ、あなたたち。役に立たないわね。こんな卵焼きのレシピなんか、卵焼きなんか誰でも作れんじゃん、レシピなんか見なくても。そうだろう。卵焼きのレシピなんか流すんじゃねえよ、本当に。今、卵高いんだから、600円の卵なんだからね、成城石井で。いい加減してよ、ほんとに。ね、今度はさ、粉多すぎじゃねえ？これ大丈夫かな、これ。今度は多すぎたか、これ。こんぐらいか？ちょ、わかんないもんだって、作ったことないもん。こんな感じ？もっと？どんぐらいなんでドーナツって。ちょっと固めなんじゃないの？これで硬い？これ。こんな感じ？ゆるさで言うと。こんなもん？いや、こねんでないね、これね。今んとこ、柔らかすぎて。だからもうちょいこの小麦じゃない？これ。もっとじゃない？
もうイメージがイメージ、もうイメージでやるしかないもんね。いや、卵3個添加してて、それお好み焼きだろ、ほんとに。一回しろ、そろそろ。ねえ、フードロスになっちゃうから。そんな中途半端なレシピ出さないでよ。フードロスもったいないっしょ。ただでさえフードロスなんだからさ、いつもね。なんか最近少なめに作んで、私もったいないかな。大食いみたいになってさ、食べれないしよ、いつも。あら？こんぐらいでいいかな？どう？ここにバターを入れんの？これにバター、次。まあ、こんな感じだよね。硬い？これ。でもこんな感じだよな、ドーナツって。もっとゆるくする？いや、お水をもうちょい入れたらいいんじゃないの、これ。水、牛乳でもいいけど。もうちょい入れる？花さんのレシピ見てて、どれが花なんだよ。わかんねえよ。もうほんとにまたレチョレチョになってきたじゃん、ほら。これ、また緩くなっちゃったよ、ほら。さっきのでよかったんじゃない？ね、どっちこれ、もうわかんない。緩くなったり、硬くなったり。あ、こんぐらいがいいかな、こんぐらいかな。ちょっと粘り気があるぐらい。これどう？こんぐらい。これちょうどいいんじゃない？ねえ。いい感じだよね。ね、こうよく揉みほぐした方がいいよね、こうね。ああ、手にめっちゃくっつく。で、これ何？バターも入れた方がいいの？こっかな。無塩バターを。入れんの？これさ、手に油くっつけた方がいいんじゃない？これくっつくかな。そういうことだろ、油って。ベーキングパウダーを入れんのね。はいはい。これベーキングパウダー。オッケー、ベーキング入りました。なんかここでこうやって落とせばいいね、入れすぎの場合ね。こうこれでいいっしょ。いや、ベーグルになってもいいんだよ。だってあれだもん、オールドファッションだからベーグル風になってもいいんだよ。全然ね。よし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 。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じになってきたよ。もうこのさ、手につくのどうしたらいい？これ。やっぱ油塗るしかないかな？これ嫌なんだけど、手にくっついて。あと何を入れればいいの？この後。ビニールだとビニール作って、バターを入れた方がいいね、バター。ちょっとこの半分ぐらい手にくっついちゃったんだけど、どうしよう、これ。バター、バター。バターは溶かした方がいいのかな？これね、無塩バター。雪印の。食塩不使用。な、ゴムベラっていうかね、スキッパーを私買おうかと思ったんだけど、スキッパーをね、注文してなかったんだよ。絶対必要でしょ？ゴムベラでいいね、後でね、やるときね。な、これがこの量でしょ？考えな。こんぐらいでチンすればいいでしょ。これレンチン。30秒、17秒ぐらいかな。レンジ500ワット。17秒。20秒しとこう。
で、あとはゴムベラで、まず食べるね。スキッパーで。こういう風に。トロっぽくね。溶かして卵と砂糖で溶く。もう砂糖入っちゃってるし、もう手遅れだよね。もう入っちゃってんの。いいや、これ溶けてるからいいや。だいたいね、こうやって。全然溶けてないね、これ。30秒かな。もう一回。500ワット30秒。はぁ、いや、結局混ぜ合わせるんでしょ。だからもう全部ぶち込んで混ぜ混ぜ。なんかもう、本当はホットケーキミックスを作った方がいいんだよ。使った方が楽なんだけど、今日は小麦粉から作りますよって感じ。ホットケーキミックスで全然できんだけどね、ホケミの味になっちゃうじゃん。それが嫌なんだよ、私ね、ホケミ味が。全部同じ味になっちゃうでしょ。じゃあ、はい、バター入れます。溶かしバター、ここに入れますね。ジョボッとで。じゅわっと。はいと。で、こう、ネチネチしていくとね、またね。あ、いいね。なんかね、コーティングされてる感じがする。うん。コーティングされた感じ。いいんじゃないの？それ混ざってないの？いや、伸ばして折ってくイメージよね、こうね。こういうのは。混ぜんじゃなくて、もう生地になっちゃってるから、伸ばして折りたたんで、また伸ばして、折りたたんでを繰り返していくんで、こうね。混ぜ合わせるっていうように。そうすれば、ね、2分の1で混ざってくるでしょ？伸ばして、折りたたんで、お餅と一緒だよ、お餅と。な、こうやって。ねえ。で、あとは、まあ、手とかでね。あ、でもいいんじゃない？ほら。どう？いや、オールドファッションだから別に硬くてもいいよね。オールドファッションだから。固めでいいんじゃないの？あー、バター入れたらめっちゃ混ぜやすくなった。ねえ。こんな感じでいいっしょ。どう？で、これで、冷蔵庫に入れとくのかな？その間にポンデリング。ポンデリングは別にごめん、言葉。ポンデリングを寝かせなくていいか。これは寝かすね。冷蔵庫です。20分ぐらいかな。その間にポンデリングを作っちゃおう。これはオールドファッション。で、あとでチョコレートソースとか絡めて、トッピングして、ね、抹茶とかかけてさ。オッケー？これは、このままじゃん。ちょっと寝かせますか。こうやってね。よし。じゃあ次、ポンデリング。このもちもち、みたいな。木綿豆腐。え、絹ごしじゃないの？白玉粉100、薄力粉80、ベーキングパウダー、砂糖。木綿豆腐 150g。まあ、絹でも、まあ、これで多分いいと思うよ。これ高いんだよね、これね。400円ぐらいの豆腐。成城石井で買いましたね。これが、175g ね。まあ、これ1個でいいかな。これ1つでいいね。175g だから。お高いっしょ、この絹ごし豆腐。成城石井さんだからね。さすがでしょ？だってさ、このさ、表面が布なのよ、これ。プラスチックじゃなくて布みたいな。素材が。すごいっしょ？だからさ、この水分をさ、取った方がいいんじゃない？キッチンペーパーでチンして、まず。これ邪魔だよね、この水分絶対ね。
水を抜いてあげた方がいいよね。こうね、チンしてね。絶対なんだろ、これ。ハンバーグ作るときもそうじゃん。もうね。これが邪魔なんですよ、この水分が。お皿に乗っけてあげて、チンだね。1分。で、これが白玉粉。これを、これと絹豆腐を入れると結構なんかもちもちになるんですよ。近い感じ。ポンデリングにめちゃくちゃ近い感じ。そう。で、白玉粉に、ベーキングパウダー、小の1、薄力粉 80g だね。入れちゃおう。薄力80。80g。結構入れんね。あ、ぴったり。天才的。白玉粉はどうしたらいいんだろう、これ。お湯で溶くのかな、これ。これはどうやって使えばいいの？水で反応する感じ？そのまんまでいっか。水で溶いていけばいいのかな？なんか水分とかね。白玉粉は何グラム？何グラムだ？白玉粉。80g。これをお団子とかに使えるやつだね。白玉 80?100? これほんとそんなに入れる？何個作れるの？これまあいいや。お、大は小を兼ねるだからね。結構入るよ、これ。全部入っちゃうんじゃね？これで100。結構多いよね。あとなんだ入れんの。砂糖何グラム？ちょっと待って。ちょっと早く出して。砂糖が大さじ3。大さじ3ってどんぐらいだ？どんぐらいか。で、塩が一つばみ？オッケーオッケーオッケー。もう目安ですよ。お塩一つばみ。で、ベーキングパウダーが小の1。小の1でしょ？こんなもんだろう。オッケー。砂糖少ない？で、もっと入れるか。こんぐらいでいいだろう。オッケーオッケー。で、なんだっけ。で、これで、これでいいか。もうこれで木綿を入れていけばいいんでしょ？これはぐちゃぐちゃっと。あっつい！あっついかなり。これで混ぜ混ぜすればいいんだよね、こうね。ちょうどこの水分、豆腐の水分を吸うんだろうね、この白玉粉は。あら。めっちゃいい匂いする。これだけで。めちゃくちゃいい匂い。なにこれ。なんかお乳みたいな匂い。母乳みたいな。粉ミルクみたいな。そう。ベーキングパウダーも入れましたよ。入れた。あ、なんかお餅みたいになってきたよ、ほら。なんか、ボコボコのお餅みたいな。なにこれ。わかるかな？ボコボコボコって感じ。なんかボコボコしてない？これ。どう？これさ、ちゃんとさ、丸めればさ、あれになるかもね。ポンデリングになるよ、これ。生地的に。
手でやれよって、手でくっつくんだもんなって気持ち悪くない？あ、でもこれはそんなくっつかないな、そこまで言うて言うてくっつかないタイプだね。うん、大丈夫。よいしょ。なんかお餅の匂いがする、すごい。ミルクと白玉粉、結構いい匂いだね。でもこっちに行っちゃうか、もうね、これね。めんどくさいな。いや、汚くない。このテーブルは今綺麗な状態。あなたたちのお股よりは綺麗よ。どう考えても。ね、パストリーゼやってんだかな。あなたたちのお股の方が汚いよねって話になってんだよ。でしょ？綺麗だの？お股の中アルコール消毒してんのって話になるんだよ。やってんの？ちょっと髪の毛はね、入ってるけどね、こうやってね。ごくたまに。髪の毛はこっちにポンしちゃえばいいんだよ。ちょっとね。ほんのちょっとだけ。ほんのちょいだけさ。で、こちらのポンデリングはもうそのまま揚げられるんでね。もう成形しちゃおう、こっち。ポンデリングの形に整えていきますよ。もうこれず簡単でしょう。よし。こうやってね。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よーし、こんな感じでいいかな？こういう生地ができました。結構もちもち生地だね。あ、ごめん、携帯に飛んじゃった。ね、いいっしょ？あ、こうやって、こうやってもいいんだ、こうやって。こういう風に。こうやってね。よし。で、ポンデリングは丸がいくつかな？丸。丸が何個だっけな、あれ。丸が6個？じゃあこれを、こう伸ばすんだね。こう伸ばして丸に取っていけばいいのかな。こういう感じでね。これでちょっと大きいかな。半分くらいでいいかな。こういう丸をこうね、組み合わせてがポンデリングになるよね。こんな感じ、大きさ的に。8個ね、8個。じゃあこれに合わせて8個作っていけばいいね。1、2、3。でかい？これ、これでかいかな。まあ大きいのでもいいんじゃない？丸が大きい、でかくてもいいんじゃない？料理うますぎでしょ。じゃ、これを半分にするじゃん。あげる、あげるんで、あげる。こんぐらい？じゃあ、こんぐらい？結構ちっちゃくなって半分。もっとちっちゃく？こんぐらいにしようかね。1、2、あと3。じゃあこちら8個分できました。丸いの OK？ 8個分。でこれを円形にくっつけていけばいいんでしょ。8個分こう丸く、この周りにこうつけていけばいいんじゃない。こうやってく、これで8個くっつければいいんじゃない？こうやって。3。
これちょうど8個いけんじゃない？あ、全然違うわ。大きすぎたね。こうつなげてあげればいいんだね。こうね。こういう感じでしょ？どう？いい？もうあげた方がいい？こんな感じでいい？あ、いいじゃん。いい。こっちちょっと色がね、濃ゆいからこっちにしてあげようかな。これをかけますよ、じゃあ抹茶を。これでいいかな？ノーマルと抹茶。どうでしょうか？もう一回。もう一個。やりづらいな、これ。待って。もうこれ手でいいんじゃないの？手でいこうよ。だいたい手でできんだろ、こんなん。イメージで。こんな感じだの？もう、イラつく。イライラする。やっぱダメな。粉をもっとつけた方がいいのかな。じゃあ入れますよ。こちら。はい、行きまーす。あら、逆に低すぎたかな。いい？こんな感じでいい？完成でございまーす。オッケー、ドーナツ。じゃあ、こっちはね、やっぱりね、量が多かったり、膨らみすぎちゃってんだよ。だから、さっきの大きさでよかったね、あの型のやつね。まあ、初めてじゃないけどね、ポンデリングは初めて、私。こっちの、オードファッション何回か作ったことあるけどね。でも、一番最低な出来だね、今回。今まで作った中で、ね、形は一番悪いね。うん、オードファッションはね。そう。じゃあこちらポンデリングから食べてみようかな、これ。いただきまーす。すごいもちもちしてんだけど。お餅みたい。まんま餅みたいな。いただきまーす。うん、おいしい。生じゃないよ。サクサクもちもち、見てこの断面、わかるかな。外はサクサク、中はもち、お餅みたい。ポンデリング私食べたことないんで、こんな感じかな。中はお餅みたいもちもちで、外はサクサク。くちゃくちゃ汚いって、だってお餅みたいのだからくちゃくちゃになるに決まってんじゃん。うん。お餅みたい、ほんとに米粉使ったからかな。うん。米粉と、絹豆腐？うん。で、こっちの抹茶バージョンも食べてみようかな、抹茶バージョン。
ふんだんに抹茶を使ったね、抹茶ポンデリング。いただきます。うん。しゅー！うまい！シャキシャキだし、中もちもちだし、抹茶の、うん。面白い。たださ、これさ、こんなにもちもちしてないよね、ポンデリングってな。どうなの？こんなにお餅みたいにもちもちしてないよね。あ、してるの？あ、してんだ。え、じゃあこれは正解なの？こんぐらいのもちもち具合は。こんぐらい。似てる？伸びるぐらい伸びるぐらい。なんかお餅食べてるみたいに、お餅。もちもちで。ほら。あ、これは忠実なんだ。いや、生じゃないでしょ？生じゃないよね。中はこんな感じの色じゃない？だって中は色変わんないじゃん、ドーナツって。中は黄色とかでしょ？何点これ？これはね、100点！わかんない。本物は私食べたことないから、ポンデリングね。食べたことないから味がわかんないけど、うまいね。うん。初めて食べましたけど、食べてからにしてみて。で、想像する分では100点でね。くちゃらーじゃないから、私。これ噛んでる音でしょ？お餅の中がくちゃくちゃいるんでしょ？あ、特命、くちゃらーっていうのでしょ？これはただ噛んでる音じゃん。ね？くちゃらーっていうの。っていう音でしょ？全然違うんだよね。うん。じゃあ次こちら。あ、でもさ、なんかぽいね。今思ったけど、分厚いだけで、ぽくない？この色味となんか形と。おね、分厚いだけで、なんかぽいよね。じゃあいただきます。硬いかな？どうだろう？いただきます。柔らかい。これ大成功じゃない？ちょっと見てみんな、これ中。外はカリカリ、中はふわふわ。これ成功じゃない？こんなもんだよね。オールドファッションって。で、この中、外はカリカリ。生じゃないでしょ。ちゃんと火通ってるでしょ、これ。生じゃないよね。うん。通ってる、通ってる。ほらー、すごいパンみたい。ふわーっとして。デニッシュみたいな感じでね。うん。おいしい。これ大成功だわ。大成功。いや、サーバーアンダーギーもっと硬いよね。うん。だってこれ見てごらんよ、これ。明らかに成功じゃない？この、わかるでしょ、見た目で。うん。いや、オールドファッション、食べた感じはオールドファッションでめっちゃ。この、
肌、なんつうの、舌触りと、その口の中に入った感じ。ただ、チョコレートのソースが違うんだよ。これね、だからパンケーキみたいな味になっちゃってるの。このチョコソースがパンケーキ用とかだからさ、このチョコがちょっと違うんだよね。あのパリッとした感じのチョコじゃないのか。あの、冷えてさ。でしょ、もうちょっと冷やしてパリッっていう感じじゃん、ね、食べた瞬間にね。うん、これはちょっとね、かけたって感じ。ホットケーキみたいな。うん。温まればいい感じでしょ、ちょっとね、冷蔵庫で冷やした。でも今日の材料費いくらかかってると思う？全部だ。道具も含め。ん？成城石井さんで買ってるんで、私全部。全部の材料。成城石井さんですよ。そう、材料費は5800円です、ドーナツ。それプラス、ね、道具が入ってる。ね、700円のおしきと、2000円のね、型2個。4000円。だから4700プラス8000円。ああ、5000円。1万ぐらいのドーナツってことで、これ。ほんとほんと。いや、ほんとだよ。ほんと。見せてあげよっか。嘘つかないから、私。材料費は5800円ぐらいだよ。アマゾンで頼んだんで。ん？成城石井で頼んだもん。成城石井。知ってる？みんな。ほら、成城石井さん。最近アマゾンで注文できるんだもん。成城石井さんで、値段5020円。ちょうど800円じゃなかった5020円でしょ？材料品。まあ、お粉とかもね、油もかっぱってるね。油とかお粉とか買ったからな。ただ、あのドーナツの道具ね、今度、もったいないから使おう。せっかく頼んだのに使ってないからね。うん。カラ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 うわうわカラ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 うわうわカラカラみたいな。めっちゃ